お、人が多いな。危ねえし、しょうがねえから。手、つないでてやるよ。さて、今回はクリスマス総まとめ動画です。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解く、スタンドバイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは、麻薬 G メン、マトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。冬のビッグイベントの割に過ぎたらあっという間だったなぁと毎年思わされるクリスマスですが、皆さんはどんな聖夜をお過ごしになったのでしょうか。振り返りながらご覧ください。どうぞ。こちらは12月17日公開のストーリー。冬といえばこれだね。クリスマスまであと少し。振り返る気持ちで見ていきましょう。おい、なんだこの荒れ果てた部屋は。荒野くん、リフォームでもしてるの？荒野くん。いや、ちげえよ。もうすぐクリスマスだからカード作ってんだ。しかも超特大だぜ。カード作るにしてはあれすぎじゃない？年末の大掃除を前にね。ま、とりあえず見てくれ。これが俺が考えた設計図だ。開いたら縦2メートル、横3メートルのカード。でかい上に仕掛けが妙に凝ってるな。で、せっかくのクリスマスだし、これで九条さんを喜ばせたい。九条さん子供じゃないんですけどね。だが、いくら屋敷が広いからといってサイズ的に収納に困るだろう。まあ確かに。でも九条さんなら喜んでくれそう。優しい男ですな。へへ、だよね。でもただこの設計図じゃちょっと難しいと思う。そうだな。飛び出す仕掛けにしたいなら今のままでは仕組みが甘すぎて物理的に不可能だ。マジかよ。知的な二人の指摘。それからクリスマスのスペルが間違っている。らしさ出ちゃったね。さて、そして一番の問題は、問題はまったくサンタとトナカイのイラストが壊滅的だ。一番そこなんだ。つまりもう少しフォルムを丸くして、かわクリスマスらしさを演出するべきだろう。かわいいのお好きなの割れちゃう。そうだな。そっか、そうだな。めっちゃ素直。カナメ、俺はネットでイラストの見本を探す。カナメは設計を見直してくれ。わかった。悪いな。手伝ってもらって。え、ディスられたのにね。全然機嫌損ねない。いいやつだね、霧島さん。うん、時間はあるし大丈夫。みんなで作るならゴーさんも呼んできた方がいいんじゃない？おう。じゃあ呼んでくる。このサイトのサンタはリアルすぎる。こっちのはよし、丸みがあって理想的だ。イラスト屋かな。よっしゃ、これで最高のクリスマスになるぜ。うん、いいパーティーになるといいけど。超特大クリスマスカードが完成する頃、屋敷からは賑やかなパーティーの声が聞こえてくることでしょう。後々答え合わせもあるんでしょうか。こちらは12月18日公開のストーリー。想像できないもの同士、見ていきましょう。うんうん、もうすっかり街中もクリスマス一色だよな。だね。夜なんて特にイルミネーション眩しすぎ。もっと省エネでいいのに。まあ、LED になって随分省エネだと思いますけどね。そういうことじゃない。クリスマスの醍醐味でテンション下がっちゃうんだ。うん、あんまり興味ないから。まあそれでこそ夏目くんって感じだよな。夏夏コンビ。あ、隣の人何か落とした。クリスマスカード？あの、これ落としましたよ。え、ああ、すいません。大事なものなのに気づかないところでした。ありがとうございます。はい、どういたしまして。拾うときちょっと見えちゃったけど、不可抗力。カードに思いっきり愛してるって書いてた。別に良くない？おお、彼女にカード渡すクリスマスとか。うわー、羨ましい。あ、そういうこと？お子様宛てなんかなと思って読んでいたんだけど。そう、彼女がいても愛してるなんて絶対書かないんだけど。またまた。たか言いつつ夏目くんも意外と書いちゃうんじゃない？見抜いてくるね。ほら、
外では冷めてるけど、二人きりの時はラブラブってカップル結構多いし。そこまで好きと思える子できる自分が想像できない。っていうか菅野くんこそ真剣に愛してるっていう姿想像できないよね。うーん、可愛いとか好きは軽く言えちゃうんだけど、愛してるになるとな、軽く言っていい言葉じゃないし、確かに想像できないかも。あ、だからこそってことね。ほらでしょ。でもまあ今はこんな感じだけど、いつか誰かにベタ惚れしてお互い真剣に言う日が来たりして。え、愛してるって。そうそう、例えば、あれ、なんであいつの顔が浮かぶんだろう。いやいや絶対ありえないでしょ。なあ今誰か想像してた。それは菅野くんこそ微妙な間があったからね。いやあ、はは、想像できないはずなのにな。ヒロインのこと思い浮かべちゃって、いつかそんな相手ができた日のことを妙に真剣に考えてしまう夏々コンビなのでした。こちらは12月20日公開のストーリー、高校生のプレゼント、見ていきましょう。ん？カナメか？それと進藤さんも。どうも。こんにちは。あ、どうも。どうも。こんなところで珍しいな。うん。実はクリスマスプレゼントを探してて、清さんはこの後の用事が一緒なんだ。なあ。数分程度の付き合いなら予定に支障をきたさないからな。余裕を持って行動。堂々とおもちゃに入る千載一遇のチャンスを逃すわけがない。仕方なくと思いきや積極的な参加。森のうさぎさんファミリークリスマス限定衣装が残っているといいんだが。え、クリスマスプレゼントってここでか。まあね。うん、クラスのクリスマスパーティー用のプレゼントを選ぶことになったんだけど、普通に買ってきたら面白くないから店縛りをしようって話になって、みんなでくじ引きしたら。なるほどな。おもちゃ屋を引いたわけか。そしておもちゃメーカーの人に出会うわけですね。レシートの提出も必須だから不正もできないんだよね。まあ予算管理も兼ねてかな。はあ。でも高校生が欲しがるものが全然思いつかなくって。お前も高校生だろ。まあませてるけどね。なるほどな。じゃあ自分たちが子供の時に欲しかったおもちゃとかはどうだ。うん、ほら、例えばキャラクターの世話をして育てていくキャラ卵ウォッチ、卵ウォッチ的な世代的に流行ったんじゃないか。何度も再燃していて今もこうして売られている。世代的にどうだろうね。マキ君世代の子供の頃ではあるような気もするけど。あ、知ってる、博識。へえ。今は腕時計型なんだ。それにタッチ式、これタマゴッチでも本当にあるらしいよね。腕時計型最近出ているらしい。ほう、なるほどな。コンセプトはそのままに、技術革新や時代に寄り添った改良で都度人気を得てるのか。ああ、長く愛されることを念頭に置いてるおもちゃは研究に余念がない。で、ここのコーナーはそういったリバイバルおもちゃを集めてある。そうなんだ。道理で見覚えがあるものが多いんだ。マキさんに聞けてよかった。おかげでいいものが見つかりそう。まあプロだからね。俺は何も。でもならよかった。なあ、まだ時間あるからよかったら一緒に見ていってもいいか。いいよ。もちろん。あ、これとか清さんくらいだと懐かしいんじゃない。あ、これはいつもは見ないコーナーも意外と発見があるな。実は可愛いものがお好きだけど、少年の頃はまた違ったのかな趣味。この辺も気になるところですが、数時間後、どこか嬉しそうにプレゼントを持って店を後にする高校生の姿があったのでした。こちらは12月22日公開のストーリー、優しく温かいメッセージ、見ていきましょう。あれ、このカードは潔くん。どうしたの潔くん。あ、うん、ほら、この書類の束の中にクリスマスカードが混ざってて。へえ。すごい古いね。いつのだろう。ここに日付がある。10年前みたい。そんなに前のなんだ。
まあ大人になると10年前も最近のように感じますけどね、年取った証拠。この研究室の先輩たちの忘れ物かな。うん、そうかも。俺たちみたいに仲良しの研究室だったんだと思う。ほら、変わらぬ友情をってメッセージがある。なんだか優しい気持ちになりますね。うん、セオケンメンバーを見ていても優しい気持ちになりますけどね。そんなコメントもいただいたこともあります。イクトさん、いややらないぞ。まだ何も言ってないよ。言わなくてもわかる。俺たちもクリスマスカードを書こうと言うんだろ。うん、さすがイクトさん、僕たちの言いたいことが分かってるなんて以心伝心だね。行動心理学のスペシャリストだからね。お前ら今日は大掃除をする日だと言っただろ。さっさと動け。じゃあすぐに掃除を終わらせるから残った時間でとか。食い下がんの珍しいね、イサキくん。ダメですよね、すいません。それで手を抜かれても困る。ダメ？そんなことしないよ、完璧に仕上げるから。ねえ、だからイクトさんね、いいでしょ。ほらきっと瀬尾さんも喜ぶんじゃないかな。お、ここで瀬尾さんを出す。たく、まったく、瀬尾さんを持ち出せば動くと思いやがって。まあそういう節はあるよね。掃除が完璧にできたらだ、その条件は譲らない。やった。はい、頑張ります。完璧に仕上げようね。まったく、どいつもこいつも浮かれやがって。なんだかんだ優しいイクトさん。もうみんな帰っている頃かな。掃除を任せっきりにしてしまって申し訳ないことをしたな。ん？これはカード、それに付箋が。みんなで書いたクリスマスのメッセージです、報奨。伝わるかね。メリークリスマス、いつもありがとうございます。イサギくんが食い下がるぐらいだから引っ張ってくれてます。これからも教えていただいていることを大切に学んでいきます。瀬尾さんに出会ってから分析の仕方に別の視点が加わりました。これからも頑張りますね。瀬尾さんが高校生の俺を受け入れてくれているのすごく嬉しい。ありがとう。うん、瀬尾さんが声をかけたからだもんね。いつもいろいろとお世話になっています。その点については感謝しています。ただメガネをなくす回数をもう少し減らしてもらえるともっと助かります。そういう言葉も添えて。メリークリスマス。微笑ましい話。そうつぶやいて手書きのメッセージが綴られたカードを大切に握りしめる大学教授なのでした。感情を揺さぶるような出来事っていうのが記憶から抜け落ちてしまう瀬尾さんですが、カードになっていればもう残す必要はないもんね、メモに。こちらは12月23日公開のストーリー、クリスマスを間近に控え、見ていきましょう。ようやく終わりましたね。そうだな、まあ明日も朝から外出することになりそうだが。まあ12月に入って突然いくつもの案件が入ってきたからな。年末は忙しくなりがちだが、今年は今まで以上の忙しさになりそうだ。まさに師走って感じだね。っていうか世の中はすっかりクリスマスの雰囲気なんですけどね。そうだな、そういう年もあるだろ。まあ落ち着いた頃でも遅めの忘年会ができればいいが。ん？あれはクリスマスマーケットか。イベントも多いよね。あ、本当ですね。少し時間に余裕ありますし、ちょっと寄ってみます。そうしようか。そうだな、良さそうな食べ物があったらお土産に買っていこう。青山もいいか。はい、もちろんです。ちょっと寄り道。なるほどな。へえ、食べ物も小物もあったかい雰囲気があっていいな。そうだな、確かに気温が変わったわけではないが、どこか暖かい雰囲気を感じる。そうだ、結構美味しそうな食べ物たくさんありますし、いろいろ買っていってみんなでちょっとしたパーティーみたいにするのはどうですか。お、いいね。うん、なるほど、それはいいな。
クリスマス気分も忘年会気分もみんなで楽しめる、つかの間のね。ただ今日は外出のメンバーが多いから別の日がいいかもな。関さん、庁舎に戻ったら全員のスケジュールを確認して集まりそうな日を確認します。頼む。ありがとう。短時間にはなるだろうが息抜きにもなるだろう。その前に、あれ？ん？そのツリーの置物買うんですか？ああ。クソガキが好きそうなデザインだから。デスクにも置けそうなサイズ感だしな。確かに。それじゃ俺はこの雪だるまをゆいちゃんに買っていきます。みんな優しい。じゃあ俺はこのスノードームを。うん。これだけ飾ったらクリスマスっぽくなりますね。そうだな。クリスマスセットになりました。彼女が喜んでくれることを楽しみにしながら、3人はそれぞれのお土産を手に庁舎へと戻っていったのでした。こちらは12月24日公開のストーリー、私だけのサンタクロース。見ていきましょう。クリスマスイブだね。もしも渡部悟とクリスマスデートをしたら、お、ゆいちゃん、とても綺麗な子がいるからどこかのお姫様かと思っちゃった。これまたお上手。本気でそう思ってるって。それより空港まで迎えに来てくれてありがとう。仕事で疲れているはずなのに申し訳ないっていう気持ちはあったんだけど、本音を言えば1秒でも早く君に会いたいって思ってたから。さて、タクシー呼んであるんだ。移動しようか。リッチなタクシー移動。いや、日本の冬は寒いと感じていたけど、北欧に行くと日本は暖かいなって思うようになるんだよね。でも寒さが厳しい反面、星空は綺麗だったな。まあ東京の夜空はなかなかね、星空見えにくいもんね。そりゃゆいちゃんの瞳みたいにキラッキラ、グイグイ来るね。タクシーの運転手も聞いてるんだよねこれ。あは、もしかして照れちゃった？あ、そうだ。目をつぶって腕を出してくれる？大丈夫、変なことはしないから、まあ、運転手も見てるしね。何するんでしょう？はいよ。よし、目を開けていいよ。カチャッとなりましたが手錠でしょうか？台無し。なんだろうね。マーケットで見つけたんだ、そのブレスレット。気に入ってくれた？あ、ってわざわざ確認しなくても分かるくらい可愛い顔してるね。さらっと可愛いとか。そうそう、ブレスレットを送ることにどんな意味があるのかって知ってる？クイズ。うん。答えはまだ秘密にしておこうかな。それが俺の本音だから、特別な意味がこもってそうですね。そして続きましてはこちら。もしも朝霧司とクリスマスデートをしたら。お疲れ様です。いえ、俺も今来たところです。そもそもこんな遅い時間に待ち合わせをしたりしてすいません。あの、寒かったでしょ？手袋もせずに。冷えていませんか？優しさの応酬。ギュッ。なあ、やっぱり手が冷たい。俺でよければ温めさせてください。いえ、司さんがいいんです。どうしてもあなたと行きたい場所があったんです。さあ行きましょう。先導してくれる。壮大で華やかなこの大きなツリー、いかがですか？クリスマススポット。感想を聞くまでもなかったですね。目が語っています。顔に出ちゃうタイプ。昨日仕事で通りがかったらあまりにも見事な光景だったので一緒に見たかったんです。できればこうして並んで。サプライズだね。とはいえ、昨日も美しいとは思いましたが、あなたが隣にいると余計に綺麗だと感じます。相乗効果かな。この光景にあなたという存在が加わって初めて完成したのかもしれません。昨日見たのは未完成でしたと。これからも一緒に見ましょう。美しい光景を何度でも、あらゆる景色を完成品にしていきましょう。優しい愛に包まれながらハッピーなクリスマスを。続いて翌日12月25日公開のストーリー、私だけのサンタクロース2、見ていきましょう。次は誰でしょうか。もしも鈴木京介とクリスマスデートをしたら。
ごめんね。せっかくのクリスマスなのに俺の家になっちゃってごめんね。やっぱりこの時期に外で女の子と二人っていうのは、芸能人そうなっちゃうよね。ありがとう。君なら分かってくれると思ったし、変に気を使うよりはいいかなって。それにこれは完全に俺のわがままになっちゃうんだけど、トン、はあ、こうやって君に寄りかかっても誰の目も気にする必要がないの、嬉しいな。という割にカーテン全開ですけどね、夜目立つと思うんだけど。こんな風にできるのは君が相手だからだよ。カメラの前の俳優でもない、鈴木家の弟でもない、俺は京介として君の隣にいられるのがすごく幸せなんだ。代わりがきかない存在になりたいんだもんね。だからあとちょっとだけこうやって君に触れさせて。すごく温かい、年下感たっぷりだね、甘え上手。そしてもしも九条相馬とクリスマスデートをしたら高級レストランって感じかな。どうだろうか。まもなくデザートが運ばれてくる頃だと思うが、食事は楽しんでもらえただろうか。そうか、あなたの口にあったんならよかった。まあここのところお互いに忙しかったからな、あなたの話も聞けてよかった。電話で話すのも悪くはないが、ふむ、やはり対面でこうしてあなたの目を見て話し合いたい、いくらデジタルの時代が進んでもね。目まぐるしく変わる愛らしい表情もあなたの魅力だろうな。こんなことを言うのは少々大人げないと分かってはいるんだが。失礼。ぎゅっ。私はこの手にずっと触れていたい、あなたを返したくない。お、本音をぶつけてきた。忙しいということも明日も仕事だということも理解はしている。だがあなたの表情を見る限り遠慮はいらないな。では店を移動してどこかバーにでも入ろう。本当に子供のようなわがままを言ってしまってすまない。理性よりも本能を優先するの珍しいよね。それでもあなたと過ごすクリスマスがまだ終わらないこと嬉しく思う。メリークリスマス。30歳でこのオーラすごいと思うけどね。幸せな愛に包まれて素敵なクリスマスを。毎年素敵なクリスマスをありがとう、スタンドマイヒーローズ。というわけで最後はいい意味で渋い30歳九条相馬さんのストーリーをお届けいたしました。クリスマスをテーマにした日替わりログインミニトーク7選いかがでしたか。夢が詰まった行事だし、いつ振り返ってもいいんじゃないかななんて個人的に思ったりもしました。このチャンネルも幼い頃からの自分の夢が詰まったものでもありますし、それがまさか自分で放送局を運営することになるとは思っても見なかったけど、そういった意味では見てくれているみんなが俺にとってはサンタさんなわけで、みんな今日からサンタさんを自称してくれて構いません。俺が許可します。俺に何の権限があるんだよって感じですが、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。最後は九条相馬さんのキャラクターボイス沢城千春さんのお声とともにお別れです。また次回もよろしくお願いいたします。俺の体はあまりに脆弱すぎる。こんな俺を選んだあなたはよっぽどの変わり者だ。それでは。